今が旬のシニオンヘア、いかがでしょうか。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、お願いします。みさきの部屋です。それ夢やさっき、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日はシニオンヘアです。うん、はい、まあ、量が髪の毛の量が多い方は、うん、結構お団子作ってもポテッとしちゃうので、それを、はいはい、うん、ちょっと改善しようと今日はやってみました。うん、はい、今年は、まあ、お洋服的にはドレッシーなお洋服が流行ってるので、ワンピースとかそういうシャツっぽいブラウスっぽい感じが流行ってるので、それに合うようなちょっと大人なアレンジを作ってみました。いかがですか。まあそんな感じで、今日はお送りいたしますので、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあお願いします。はい、はい、それでは動画スタート。青のバームを使っていきます。バームを手のひらにしっかりと伸ばしてから毛先につけていきます。まず後ろで半分に分けていきます。さらにサイドでだいたい耳後ろくらいで半分に分けていきます。右サイドと左バックサイドを左の耳後ろでまとめていきます。まとめた髪の毛をゴムで結んでいきます。残った髪の毛を先ほど結んだ髪の毛の上でゴムで結んでいきます。2番目に結んだ髪の毛をくるりんぱしていきます。結んだ髪の毛を持ちながらトップとくるりんぱ部分を2箇所ほぐしていきます。結んだ髪の毛を3等分にして三つ編みを作っていきます。ゴムで結んでいきます。くるりんぱスティックをここの空洞に通していきます。三つ編みの毛先の部分を上の円の中に通してそのまま下に抜いていきます。下に通った髪の毛を引っ張ってしっかりと固定させていきます。通した毛先の部分を左側に持ってきて上のここの部分にヘアアクセを留めていきます。留めるときに根元の部分とくるりんぱした部分を一緒に掴むとお団子部分が固定されます。顔周りの遅れ毛を指先に取ったバームを伸ばして少し整えていきます。こんな感じで仕上がりました。髪の毛の多い方でもできますので、ぜひやってみてください。